はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。注目材料3分で解説します。はい、12月12日、22時30分、アメリカの11月、消費者物価指数 CPI が発表されます。はい、消費者物価指数は消費者が購入する医療、食料品、サービスなど、約200品目の価格の変化を調査したもので、FRB がインフレ動向を見る上で注視する指標です。アメリカの利上げサイクルが終盤へ差し掛かる中、13日の FOMC や、 年明け以降のアメリカの金融政策の道筋に影響を与える可能性があり注目されております。では早速見ていきましょう。はい、11月の消費者物価指数を見る上でのポイントは3つです。まずは1つ目。 10月の消費者物価指数は総合の前月比は横ばい。また変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数は0.2%と9月から伸びが鈍化しました。累積的な利上げ効果が広がっていることが確認でき、FRB の引き締め加速への期待が後退しました。 2つ,つ目です。11月のガソリン価格は10月から急減速しているほか、30年固定の住宅ローン金にもピークアウトの兆しが見られ、インフレ抑制への期待は強いようです。ただし、自動車両そのストライキの影響から自動車の、えー、自動車や自動車部品のサプライチェーンの一時的困難が価格低下を限定的にしている可能性はあります。3つ目です。はい、クリーブランド連銀が計算するインフレーションナウキャスティングでは、総合の前月比が マイナス0.0。1%と市場予想から下目に出ています。市場予想以上にインフレ鈍化が示されるケースも想定され、frb の政策見通しが再び南下する危険があります。一方で昨年11月に物価指数が大きく低下した影響で、前月比は、えー、前年比はその反動から低下しづらいことも考えられるため、指標結果、えー、指標結果後の受け止め方がばらつく可能性もあります。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで市場予想です。総合の前月比が0.1%、食品やエネルギーを除いた指数は前月比0.3%と、前月比ペースで、ベースでは小幅に伸びが広がる見込みとなっております。また、直近の市場予想と、えー、初回結果も合わせて表示しております。チームハロンとしましては FRB の金利高止まりからコアのインフレ率低下ペースは限定されそうですが、ガソリン価格の下落からインフレ圧力、鈍化が緩やかに進むと考えております。結果発表 ビデショックをドル円は下向きに反応すると考えております。はい、こちら直近10回分の早わかりの結果です。ご参照ください。はい、ご案内しました通り、12月12日22時30分アメリカの11月 cpi が発表されます。21時開始のライブ配信番組内で。 アメリカの11月 CPI の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。またリアル講座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間がありました。らご視聴の方よろしくお願いいたします。本日は以上となります。